トーマス・マイケル・メニーノはアメリカ合衆国の政治家。1993年から2014年までイタリア系で初めてボストン市長を務めた。その後期にわたる在職期間は過去最長である。ハイドパーク近郊のリードビルに生まれる。チェンバレンジュニア・カレッジで学びその後マサチューセッツ、大学ボストンで学んだ。1993年に アイルランド系アメリカ人以外で初めてボストン市長に選出される。2009年11月に行われた市長選でも勝利を収めたことでボストン市場最長となる5期目の人気をスタートさせた。2012年12月14日にコネティカット州でサンディフック小学校銃乱射事件が起こるとマイケル・ブリュームバーグニューヨーク市長と共に メイヤーズ・アゲンスト・イリーガル・ガンズの中心的人物となった。2013年3月に次回の市長選に立候補しない意向を表明し、2014年1月の人気満了をもって退任した。2014年3月、メニーノは原因不明の進行性のガンと診断されたことを公表した。ガンはすでに肝臓やリンパ節に転移しており、 ボストンの病院で強力な化学療法を受け始めたことも告白した。しかし、同年10月23日にがん治療を中止したことを明らかにし、10月30日に亡くなった。71歳であった。葬儀はハイドパークの教会で取り行われたが、招待客の名簿などはあらかじめメニーの自身によって作成されていた。 葬儀にはメニーノの公認のマーティ・ウォルシュ市長や、マサチューセッツ州のデバル、パトリック知事をはじめ、ビル・クリントン元大統領、ジョー・バイデン副大統領、ジョン・ケリー国務長官、ナンシー・ペロシカイン・や党員内総務などが参列した。私生活では、妻のアンジェラ・ファレットらと、ハイド・パークで暮らしていた。スーザンとトーマス・ジュニアの二人の子供がいる。ありがとうございます。